一応本当はもうやめろって1対1一番強い最後のシーン危ない OK OK 時代時代時代こんなんで勝っても嬉しくなってこねえよ。経由キャンプ出てきたドメキと木村が出てきたんです、うんうん、木村とあと斉藤秀っていう、うんうん、はい、これ木村と、斉藤は先週怪我人とかが多くて B チームから上がってきたやつなんです、うんうん、でこれがいきなりローテーション入ってきたんで、はい、でこれがちょっと楽しみですね。1対1うちで一番強いです。カワイレナードみたいです、手がでかくてシュートすごいし最後のピースで、もう最初は当初期待してたんですよ、うん、遅刻多い、休み多いで、まあ、結局その延長なんですよ。だから授業もだからそれで出てなくて、もう一度本当はもうやめろっつって僕面と向かって言ったんですよ、この3月に、はい、でもやると言ったんですか。でもう一回チャンスくださいと、うん、で来年度の授業計画書っていうかそれもちゃんと提出させて生まれ変わりたいって本人も言ってたん で B チームでも一生懸命やってたんで、はい、学校だったりやっぱ練習をたまにサボったりとか多かったん で最近ここは練習、まあ、頑張ったりとか授業とかは頑張ってるんですけど継続したいなと。そこはなんか自分の中で心の変化あったんですか。いや、ありました、うん、どんな、やっぱそういう素行の部分でやっぱ A に上がれないとか試合出れないとかっていうのがちょっと悔しくて、まあ、自分が悪いんですけどやっぱそこでやっぱ変えないとなって、高島さんにもなんか結構言われて変えようと思って頑張りました。まずはプロ目指したいし、いけるとこまで頑張りたいです。例えば留学生とかが出てきたらもうそのままアルドライブ仕掛けたりとかそういうことでどんどんチャレンジしなくてはいけない。いいハーフコートでもいいね。さあ頑張ろう、レッツゴー、レッツゴー。仕掛ける、必ず仕掛けろ、仕掛けろ、必ず仕掛けるんだよ。1対1仕掛けながら攻めながら攻めろ。いいよ、そうだ、ファウルするぞ。いや、それまでいいんだよ。おい、ダイブ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 、全然誰も仲いかない。優勢だとミチュアだけだ、バスケって言ってんの。痛い仕掛けろ、痛い仕掛けろ。もう一回やるんだよ、これ。パスはできないんだけど、パスできないんだけど、でもプラスアルファでがある。オッケーオッケーオッケー、コートの中で会話が全然できてないし、ディフェンスとかやっぱりミスが、エラーが目立つよ。だから別にあの佐藤のスリーとかダンテのスリーは何なのもしょうがないし、だけどそれ以外のところでやっぱりいらないファウルがあったりとか、あとコミュニケーションのミスでやられちゃったりとか、あとスクリーンアウトのミスで佐藤につながれちゃったりとかあるでしょ。でそういうのを自分たちの中で解決しろって、もっとできるよ。手も下がってるし、だからいらないファウルなんか自分たちだけでもうちょっとちゃんと管理しろ、マネジメントしろ。いい、はい、ヒデ、ディナイ打たすな、打たすな、そう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 、そういうディフェンスがいいんだよ、そう。守ってるよ、オッケー、いいよ、いいよ、いいよ、
ヒデみたいなディフェンスできるはずだよ、みんなギャンブルばっかして。ヒデそのまま、ヒデそのまま、オッケー、いいよ、いいよ、さあいいよ、オッケー、オッケー、よしよしよし、オッケー、いいよ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 、わあ最高だ、どんだけディフェンスやってくれて。パスで、パスで10番の裏、パスで10番の裏、オッケー、あ、いいよ、それはいいよ、オッケー、ドーン、あ、まあ、こっちか、よし、オッケー、よし、よし、ガード、ガード、オッケー、いいよ、いいよ、あと10分2本お願いしてるから、いいよ。でも56点の抑えた最初の第1クォーターだけな、第1クォーターのところでちょっといらない、スコアを相手に与えちゃった、あそこのところアジャストしていこう。56点の抑えたっていうのはこれはもうチーム全体の力だからな、これはもうもっともっと、伸ばしていかなくちゃいけない力だけれども、現時点では本当に自信持っていいと思うんで OK、もっともっと強い武器にしていこう OK。 7番の木村雄星とヒデ、何番、ヒデ何番でしたかね、B チームから上がった2人が良かったですよ、はい、あの2人が助けてくれるんですよ、はい、もともと能力が一番あるのも誰もが認めてるんで、うん、はい、まあ、でもやってて楽しいんじゃないかな、うん、楽しそうにやってるし、ね、うん、やっぱそこで楽しさを感じてもらえれば、この強度とかこの精度とかやりがいを感じてもらえれば、はい、のらりくらりとやって、あいつはもう変な人だけど、B チームとかだとのもう能力で全部やってくるので、自負せられちゃう、無双しちゃうんで、そうですね、こっからいよいよ明日からね、今シーズン最初の幕内戦が始まるけれども、まあ、とにかく明日勝つことにフォーカスしていこう。でただ勝てばいいって問題では本当にないってことを、昨日まで散々ちょっと厳しいこと言ったけれども、やっぱ試合出る人間はやっぱいろんな人に支えられてやっぱコート立ってるってことを本当に自覚しなくちゃダメなんだよ。だからコートの外の振る舞いであったりとか練習中の振る舞いをやっぱ厳しく言ってる。でその辺が理解できないとやっぱ応援してもらえないし、やっぱいざという時にやっぱ苦しむだけだよ。でそこを我々は先輩たちが築き上げたカルチャーがあるわけでしょ、泥臭いとか人材らしさとか、それを明日からちょっと発揮してほしい。今週1週間ね、日曜まで行くからね、そのためにもまず明日、もちろん東洋強敵だけど、うん、全力だけ、力が出せる準備していこう。ミチヤと優勢をウイングにいるとそこ起点でオフェンス作っちゃってるんで、今そこ結構強烈なんですよ、はい、でそう考えるとマネヤのところが結構やっぱああいうちょっとスリー打てたりとかやっぱパス回せる人間の方がいいんで、明日はマネヤです。マネヤ、ミチヤ、あいつはでも中島は小田原の大きなチョンバットじゃないですか、あそこから本当別人になってるんで、まあ元々根っこバスケット好きだし、マインドが一気に変わったというか、このままじゃダメだっていう風な感じで自分の中でこうスタンダード高められたのが、あいつが一番今信用できますね、はい、小田原の時のあれがあってから小島さんとかにも、まあ、もっとバスケットに向き合うというかっていうこととかを結構言われたので、まあ、バスケのこと考えるというか、やってる時やってない時とかも全部その動画見たりとかバスケットにまあ集中できてるかなと思うので、それでそうですね、行動が変わってるのかもしれないです。
マナヤとミッチェが最初に出るかもしれないですけど、まあ出たら自分らしく頑張りたいなと思うし、まあ最近なんか点取れる選手はもうユウセイとかミチアとかキャナとかたくさんいっぱいいるんで、なんか去年みたいに無理にこの自分が行くっていうよりは今年は周りを見るってことを意識してて頑張ってます今は、はい。もうだこの1週間言ってたのはもう、まあ、戦術とかもいろいろやってはいるんだけれど、エネルギーをどう表現するかとか、どんだけのエネルギーをもうでかくしていくかってことをずっとそこだけ言ってたんで、はい、もうそうじゃないですか。東洋なんて多分食ってくるんで、絶対来ますよ、もう絶対来るんで、そこをなんかこう下向いちゃったりとか、もうなんか横向いて審判の整理したりとかなんかやったら一気に襲われちゃうと思うんで、だからもうちょっと逆にもう襲えるメンバーを5人作ろうと思って、はい。じゃあもう、昨日まで準備できてるんで、もう確認な、彼らトランチョンから、スリーポイントガンガン狙ってくるんで、とにかく相手ボールになったらフロントコートはとにかく自分のマークマン関係ないからまずしっかりエリア守れるよ、全員で、スプリントバックしてコミュニケーションを取って続ける、でトランチョンディフェンスを徹底しよう。5番とやっぱ25の、ラインが結構ホットなんで、ただそんなガッツリスクリーンをかけるというよりも、まあ、みんなも映像で見たとおりやっぱゴーストでそのままダイブしてくるんで、スクリーンコールだけしっかりして、で最初はちょっと、マネヤとミッチェルで行くんだけれども、5番にマネヤで行こう、マネヤ OK、 いいね、もうとにかく普通についていけばいいんだけど、右サイド多いから、勝つためにはやっぱこれまで練習でやってきたことがラストだし、楽しいことやり続ければ絶対に勝てると思うんで、そのタイミングはまずエナジー、そこを一人一人が意識してアップから入るっていうのと、ここから全然頑張っていきましょう。よし、じゃあ、アコメ、スタート、マナヤ、ニチヤ、ユウセイ、カナル、アベ、よし、行け、よし、で、マナヤ、佐藤が、はい、で、7番からあれストレスとか、はい、オッケー。まあ、股間も上がっちゃっていいから、股間もちろん上がっていいから。さあ、ディフェンスラン入ったら11段。で、5番ちょっとやっぱりディナイシュ、5番ディナイシュ。オッケー。で、25のとこみんなで裏のところがヘルプしたい。で、25、とにかく右なんで、右のところなんで、右にドライブしたら、ここの上から、阿部がこう押さえたら、ここのターンさせないように、こことかでシャットアウト。オッケー。あと、ロングリバウンド気をつけて。オッケー。で、マイボールになったら、まだちょっとアウトループしっかり受けて、ちょっと頑張って走ろう。最高、最高、加油、ディフェンスランド、ディフェンスランド、加油、やれよ、ワン、ツー、スリー、チーム、加油、いける、いける、おいおい、反対、おいおい、やっていいよ、マネヤ、おいおいおい、おい、全部、いいよ、全部手出てくるからね、いい、やっていいよ、あと5番のところ、5番のところ、アウトサイドでコンテスト持っていけば全然いいから、
でもあいつで最後5番にやっぱやらせるようにしないとギリギリまで出てくるの待ってるから、で25番のところでダイブ狙ってるからあそこでやらせちゃダメだ、あそこでケアしろ。 OK、 さあ行こう。やっちゃいけないスコアが、あの速攻からスリーポイント打たれてリバウンドからやられたスコア、いい、あと逆サイドのところでオープンのスリー、いい、でもそれがなんだよ本当に。あとはもう向こうのイケイケの雰囲気でのやられてるだけ、あと自分たちがイージーショット落としたり、あとはノーマークのところで全然パスしないで好き勝手に1対1やっちゃって、いや1対1強気はいいんだよ、だけどあんだけ絞ってるんだったら逆サイドの味方ちゃん信用してパスしないとダメだって。やられてるけど34点だから。そうなんだよ、いい、全然そんなにやられてないんだって、苦しい、さっき言われてたけど本当にやられちゃいけないスコアって6点ぐらいしかやられてないんだよ、いい、あとは自分たちで自滅して苦しめてるだけなんだから、いい、正しいことやり続けろ。いけ、 OK、 OK、 レッツゴーレッツゴー。ここで本当に正しいディフェンスな、いい、欲張らないで、欲張らないで1対1しっかり守って、いい、相手も苦しんでるから、よし、 OKOK、 急いで OK、 レッツゴーレッツゴーレッツゴー、ディナイまさかディナイ、アベ OK、 あ、やめろ、残れ、いい、ここからだからな、いい、雑なプレーしない、一つ一つ丁寧に、いい、そうオフェンスもでももう今いいショット打ててるから、いい、簡単にしないで、いい、とにかくサイドチェンジだけしっかりして、ちっちゃくなったサイドチェンジでみんなで行こう、いい、でクローズアウトしたら思い切ってバスケット行こう、 OK、 でディフェンスは逆サイドの人間すでにコールして、いい、で25のとこ絶対狙ってくるから、カナル、はい、ちょっと三浦と交代 OK、 さあここだぞ、本当にここだからな、 OK、危ない。よし、じゃあお疲れ様でした。
本当苦しいゲームだったけどよく我慢したし、で後半やっぱディフェンスやり続けた結果として勝ち切れたゲームだったんで、ねまあ、それは多分本当に練習の成果だったと思うんで、やっぱそれがやっぱ我々の武器なんでいい、ね、ただオフェンスがもうちょっと、パスが逆サイドとか回せるようになってくるともっと楽できたかなっていうのが課題も出てたし、でやっぱフリースローも今日15本落ちてんだよね。で毎回毎回やっぱ試合中こういうこと言うってことはやっぱまだ足りないんだよ。で必ずでも練習の後で1時間以上は今時間取ってるんで、やっぱフリースローはやっぱ練習でもっとやってほしい。今日もしこれでカムバックなかったらやっぱ後悔すると思うよ。まだ相手どこか分かんないけども去年ここでやられてるんで絶対勝とう。この前の東洋以上に結構エネルギッシュなチームだから、そういうのに乗らないように自分たちの正しいことをやり続ける。でいいところからのエントリーだと結構やっぱ1対1ガンガン来るし、あとスリーも軽いんで、まずがディナイちょっと頑張って、でそこからしっかりした間合いで1対1を守る。ワンツーティーチできるよ、できるよ、もっとディフェンス、みんなで声かけ合おう。ちょっとディフェンスの元気がちょっと少なかったぞ。いい、もっと声かけ合って、あともっとブレイク出せるよ、ブレイク出せるよ。アウトレットしっかり受けて。OK、よし、このメンバーで行こう。OK。ノーファールで、ノーファール20をかけろ、ノーファールで追かけろ、追かけろ、追かけろ、三浦三浦、なんで準備してないの。なんで準備してないの、4人目の人、5人目分かる。ここのところでこんだけ状態してて、これはないんだよ、この状態、ここにないとダメなんだ。いい、こんだけあそこが頑張ってるのに、あそこで全部つながれてるの。ここで気抜いちゃったりとか、いつもの悪い癖出るじゃん、もうこのぐらいでいいやって。だっけさっきの穂坂のレイアップ誰がフォロー言ってるんだよ、誰がフォロー言ってるんだ、背後からもういいのか、落ちてるよ、ねえ、今のも誰がスクリーンアウト行くんだよ、リバウンド取れてるからいいのか、そうでしょ、いつもそうじゃんね、このぐらいでいいやって手抜いて、上が当たってるよ、もう4人目5人目休んじゃってるじゃない、ポジション取ってないじゃん、みんなで連携してやろうって言ってるじゃない、今のもないでしょ、スクリーアウトね、そういうことなんじゃないの、正しいこと40分やろうって、みんな適当にやり始めちゃって、このぐらいでいいや、このぐらいでいいやでしょ、だからみんな勝手にボール止めてスッカッて1対1やってターンオーバーして、こんなんで勝っても嬉しくなってもねえよ、ね、正しいことやれよ、はい、
スリーバウンドが多分全部そこでスコアになってるんだよね。で今相手がスリー入ってないからね、30点済んでるけれどもやられてるんだよ。いい、スリーポイント相手ゼロだよ。で逆にうちはカナルが入ってるからその分だけリードしてるんだけども。そうそう、フェンス抜いて、クリア、クリア、ミラテッチャン、オッケー、オッケー、ヘッド、ヘッド、ヘッド、ハズレ、ミラ、ハズレって。ハッシュ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 、30の裏、30の裏、飛ぶな、飛ぶな、飛ぶな。30番がいいドライブ来て、いい、ここのところ、この6番のところもこれセットになってるんで、もうここのところもう見てないよ、ここも投げてるからね。いい、だからここのところちゃんともう1対1しっかり責任持って守れ。そうだね、あ、4番が先がいいね、4番がいいで、すぐボール取り行って逆サイね、OK で、渡したらすぐ阿部、入れ替わっていい。ダイブダイブ、取れた、取れてる、穂坂で行こう、穂坂、穂坂がじゃあ2で、マネ、マネはパス出しでいい、カナル、4、5、 OK で、しっかりちゃんとスクリーンいい、ポップしてキック、 OK で、ここドロップしたら、ドロップしたらここ投げていいからいい、ノースリーね、ノースリーいい、絶対ノースリーね。で30のところ多分集めてきて1対1来ると思うけど、絶対ファールするな、ファールするな、2点でもいいから、ここ落ちて、ここからのいい6番、あとあのもう一人の、今全部スリー打てるやつが配置されてるんで、絶対ノースリー、ドリブルさせて OK で、ファールあるから、ファールあと2つあるから OK いい、同じで行こう、同じで行こう、同じで行こう、 OK 同じで、セーム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 、 D で OK、 穂坂で行こう、穂坂で行こう、 OK で、ちょっとマナヤとちょっと見ちゃうか、あれマナヤと見ちゃうか、あれ阿部、阿部ここスクリーン行って、三浦とスクリーン行って OK で、そのままここのとこ狙ってみよう、 OK いい、三浦、三浦ポップ、三浦ポップ、行こう行こう行こう、
もうまず入る前にファウルしないことで、入った瞬間にいい、だだ後ろから絶対追っかけるな、いい、後ろからアンスポ絶対取られないように、いい、で1回とりあえず2回切れるから、2回切れるから、いい、多分6番あの辺でまず1対1かけてくるんで、そのところでボール持った瞬間に1回切れ、いい、1秒もう1秒ぐらいでもボール持った瞬間、ドリブルした瞬間、あのファウル切って、ブロックいったらここのところだけしっかり押さえる、ここからここ止まれる分には多分ないから時間、オッケー、最後守るぞ、お疲れ様でした。まあ勝負ってこんなもんだな、こんなもんだ。だやっぱ後悔してほしくないから、昨日までしっかり準備しようと、最大限の準備しようと、でみんな準備 したわけなんで、やっぱまだ準備は足りなかったという答えになるんで、でこの負けでかいけれども、多分いい、まあ逆に考えればチームが成長できる大き本当に大きなチャンスだと思うんで、まあ、誰が見ても今日勝ちゲームだよね。それを自滅して負けてしまった部分はあるん でそれをやっぱそれが今我々の実力なんだよ。本当にこれが今我々の実力なんだって、いつも言ってたでしょ、途中ですっと気抜いちゃってやられちゃう、フリースロー一本の勝負だよ、最後そうなったよね。でそれを本当にもう身に染みて監督学院に分からされたん でそういう意味では結構本当に大きい、ね、負けだったと思うんで、大きい負けっていうか我々が得たものだと思うんで、まあ悔しいよ、まあ俺死ぬほど悔しい、もうはっきり言うけど死ぬほど悔しいけど、お前らの方がもっと悔しいと思うんで、だったらもうその準備をするしかないんだ、もう明日から。毎回言ってること一緒でしょ、何かを犠牲にしないとやっぱり得るものはないよって。今本当にまあいつも言ってる、もうこれはもうで一定さんなんかもコーチの責任だから、コーチの責任だから、まあ本当に君たちはもう本当によく頑張ったし、下を向いてほしくないんだけれども、絶対忘れないで今日の負け、いい、これからまた新人戦秋、続いていくと思うけれども、今日の負けは絶対プラスになるから。まあ今はこう、まあ、悔しさであったり自分たちに対する落胆っていうのが大きいかもしれないけど、まあ別に、ね、なんか最後勝てばとかそういうのじゃなくて、今日は一回向き合った方がいいと、僕も含めて、もっと他にできたことがないかとか、もっと別のパフォーマンスができなかったかっていうのをまず向き合うべきだと思う。で、最後のこう観客が喜んでる姿とか、自分たちがやられて上の人が呆然としている姿っていうのを忘れちゃいけない。ああやって応援してくれてる人がいるから、絶対感覚しないといけない。この負けをつなげないといけない。休んでる暇ない。OK。明日からもう一回頑張ろう。よし。
対に無駄にしてはいけないと思うので、また明日から全員で頑張っていきましょう。ワンツースリーチーム。みんなが任せるシチュエーションが多かったんで、それがちょっと怖かった。だからあそこが悪いポジションが1個でもあったら戻すつもりだった。それで回ってたからっていうので、で最後の方にディフェンスの部分とケアしてっていう効果って感じです。自分が途中ボール持ちすぎたりして、もしその、まあ、みんなのプレーとかステイにやっちゃってたりしてたら、やっぱりそれはまあチーム的に良くもないから、最後プレータイムもらえなかったりとかもしたみたいなんで、やっぱり点がこの 1,2 試合、まあ、60点台だったりとか取れてないので、抑えれてるのはいいことかもしれないですけど、どうやってチームとして点数伸ばしていくかっていうのをもうちょっと考えていきたい。そこでやっぱりちゃんとエネルギーシュート入れてないし、途中で気抜いちゃって、うん、まあ、それはもう今年のチームの、まあ、申し訳ないけど3年生とかそのところの特徴なんで、うん、はい、それがもうもろい出たんで、うん、もう一回見つめ直してくれれば、うん、はい、そしたらプラスになると思うんで、うん、はい、まあ、本当にさっきも言ったけど大きなターニングポイントになるんじゃないかな、うん、決定力が。あまりにちょっと負けがダメージでかすぎて、北条さんもちょっとダメージでかいです今日は。うん、帰ります、今日は。はい、また、はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。関東での一番のガードになること目標なので、外もレンジも広い、実際的だけ詰めて、ここでも見えていくかどうかでしょ。バイバーイ。